兄である梶原一騎さんの娘、つまり姪にあたる女性に関するエピソードがあります。厳格な梶原さんの家庭内暴力に耐えられなくなった彼女は家出し、高田の馬場の居酒屋に住み込みで働き始めます。女性がどこかにいたのかもしれません。